はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ、今週はリバイスのおもちゃが2つ出ました。そしてすごい久々にポケモンカードのあの8パックだけだけど買えたね。8パックだけだから多分あの動画出すとしてもショート動画かな。というわけでまずはこちらの紹介、デラックスブラキオバイスタンプ。とりあえず今回でバイスタンプ収集の10本が完了しますね。まあさらにこっから色々追加があるんだろうけど、そんなわけでまずは箱の方、ブラキオゲノムに変身。今回はブラキオプラス仮面ライダージオウですね。ジオウらしくおでこのところに時計の針がついていたり、時間を刻むメモリっぽいやつがうまいこと牙になってますね。で、顔の方も全体的になんとなくまあブラキオっぽいかな。ただあれだね、やっぱりあの複眼がライダーっていう風になってないとあんまりジオウ感はないな。左右でっかいの真ん中のライダーの意みたいな感じで、真ん中のところにちょっと細いのがある感じは結構寄せてはあるんだけど、顔のジオウ要素はちょっとほどほどって感じかな。で、バイスの方も同じように時計の針がついていて、こっちも細かいトゲがついていてブラキオに食われています。今回のバイスもなんかだいぶガタイが良さそう。ほんで箱の裏、リバイスドライバーでブラキオゲノムに変身。で、必殺技とリミックス変身。あー、肩アーマーとかこのボディの時計のバンドっぽいやつ、今回どっちかって言ったらボディの方にジオウらしさがあるかな。というわけで箱は以上なんで中身を見ていきましょう。ブラキオジオウ、はいはい、いつも通りプチプチにくるまれた本体。というわけでこちらバイスタンプを詳しく見ていきましょう。はい、というわけでブラキオバイスタンプ、カラーリングがなかなか独特。ブラキオの方がゴールドになっていて、クリアのところはピンク寄りの紫色かな。紫色はまあジオウの複眼だから合ってるなとは思うけど、金のブラキオか。まあジオウで金といえばグランドジオウだったりオーマフォームだったり関連するものはあるんだけど、このカラーリング見てパッと見ジオウだとはならないかな。そんなわけで真ん中のゴールデンブラキオ、色がマジで金で、まあ普通にかっこいいな。あとブラキオサウルスだから全体的にすごい存在感があるね。どっしりでっかいボディに長い首、ブラキオサウルスのどっしり感が十分に再現されてますね。顔の方も造形されてるけど、なんかちょっとドヤ顔っぽいな。なかなかいい表情してますよ。で、ブラキオの後ろのクリアパーツには仮面ライダージオウ、時計の針とメモリ、あと副眼もチラッと見えてますね。ブラキオの首の隙間からライダーの糸だっぽいところはギリギリ見えてますね。まあ割とジオウの特徴的なところは出てるかな。で、マーブル模様というか大理石ガチャの方は外れですね。なかなかこの表部分にくっきりと模様が入ってるもんが来ないな。正面ほぼ無地だけど後ろいい感じにあるじゃん。この大理石っぽい感じを表部分にも出してほしいのよ。で、スタンプの模様の方が結構わかりやすくブラキオ。というわけで外観は以上なんで音声を聞いていきましょう。契約だ。まず単体の音声、上を押して起動。イントネーション、ブラキオじゃなくてブラキオか。ほんじゃお次、部屋を暗めにしてオーイン。ここはまあピンク系統だけど、まあまあこのブラキオのところに透けますね。まあ普通に明るい場所だったら、そんなに透けは気にならないけど。ほんじゃお次はバイス先生のバイスタンプ講座。まず一つ目が、超巨大なわけよ見たことないけど、俺も見たことない。で、2個目、こいつはやたら体力使うんだよな。多分リミックス変身のこと言ってんのかな。バイス側にまあまあ負担がかかるタイプのリミックス変身なのかもね。はい、というわけで単体での音声以上なんで、こちらベルトに押印して遊んでいきましょう。ほんじゃいきます。ベルトに押印。おお、ブラキオ。おお、なんか珍しいリズム。ブラキオ。ほいっと。ほんじゃいきます。変身。なんか今回全体的にリズムが若干変則的なような気がしたね。音声が最大最長最古で最強ブラキオウ、祝え長き王の誕生。最大最長最古で最強と最がたくさん続いてますね。で、ブラキオウっていうのもなんとなくあの王様の王とかかってる感じかな。からの祝えだから、あのウォズのセリフが入ってますね。ここでも地王由来の王様が入っていて、ブラキオの長さを表したような感じの音声になっています。で、スタンプもまあいい感じに押印できてるんじゃないかな。ほんじゃ必殺技、
音声すごいシンプル。一応ブラキオサウルスの鳴き声っぽいのは聞こえたけど、効果音にそんなに特徴はなかったかな。ほんじゃお次は組体操。ほっ、今んところ良かったのに斜めちゃったよ。リミックスの方が必殺発動激闘ブラキオ。リミックスもなんかそんな際立ったところがあるっていう印象はないかな。で、ちなみに今回発光の方がまあピンクというか紫系統だったんで、オーインバスターの方は特に確認せず。はい、というわけで今回はブラキオゲノムに変身するためのアイテム。あれでもこれ今回イントネーションがさ、ブラキオだからブラキオゲノムなのかな、なんか変な感じ。そんなデラックスブラキオバイスタンプ、こっちもなんか変だな。ブラキオバイスタンプの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。冒頭にも言ったように、とりあえず今回で当面の目標っぽい感じになっていた10本のバイスタンプ収集が完了。10本目が我が魔王とブラキオが組み合わさったものってことで、ある程度の締めくくりにこのジオを持ってくるっていうのもなかなか良かったんじゃないかな。で、音声的にも祝いが入っていたからね。変身音声に関してはすごいジオらしくてインパクトはあるんだけど、必殺技とリミックス変身がちょっとなんか印象に残りにくい感じであったかな、個人的には。そして今回バイスはとりあえず人型をしてるんで、まあリミックス変身もおそらくあるでしょう。1週間ぶりのリバイスもすごい楽しみですね。そして次回はおそらくこちらね、リバイスリミックスフィギュアの方紹介していくんで、よろしかったらこちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。